皆さんは例え上手ですか、はい、どっちが例え上手ですか。例えて言うなら僕かな。あ、上手ですね。ブラックコーヒーにもうるさいという、うん、例えて言うなら、はい、うるさいよ。上手ですね、例えが。味は分かりましたか。もう例えたい、例えたいね。例えたい。まだですか。まあもううずうずしてるね。早く例えた人の方が例え上手ってことでいきます。じゃあこの味をペンで例えてください。はい、筆ペン。お、その心は黒い。それは当たりだ。鉱物で例えてください。おっと来た藤原こいつ。まあ鉄だよ。なんか納得するところが一応なんか心あるんですか。 ありません。製紙工場が取れる。富岡製紙で遅れた。富岡製紙場。なるほど、遅れた。惑星で。おお来た。土星。丸い。うわ、丸いから。メガネで例えてください。 おっと来た藤原こいち。サングラス。サングラス。黒いから。正解出された。神話の神で。はい来た。ポセイドン。おっと、メガネがついてポセイドンっぽい。ハンマー投げ選手。あこれ早押しの醍醐味だね。ムロシ。ムロシ。フェラーリで例えるなら。おっと、赤いやつ。丸々してる時の辻元清美。上手な二人。あ、来た。お風呂でほっと一息ついた後の辻元清美。総理総理って言ってる時じゃなくて。違う、家に帰って半身浴してる時の辻元清美。丸々時代で例えてください。来た。いいの。春秋戦国時代。あまたの武将が、はい、土地を奪い合うみたいな。全く味が分かって。